三社神社は福井県福井市にある神社。もともとは酒会神社という名称だったが、明治維新後に三社神社と名前が変わった。混流当初は地蔵院と共に、牧さんの天守閣近くの山中に鎮座していたが、天正12年に豊臣秀吉の家臣であった長谷川東五郎周一公が統合上司となり、 上主の祈願書として、極めて栄えたと伝えられている。毎年1月には、詐欺町の祭事で賑わう。三社神社に高さ12メートルの詐欺町を設営し、花飾りや花札の絵柄を描いた飾り、大きなサイコロを模した飾りなどを施す。社殿で神事が営まれ、役年の住民が役払いを受けた後、社殿から運んできた火で詐欺町を燃やし、その炎で、締め飾りや、 書き初め作品を燃やすことで、一年間の無病息災を祈願する。長明寺蔵堂三社神社の鳥居前に、長明寺蔵堂がある。1955年9月25日の建造である。東郷城の城石周辺から発掘された、数百体の石仏が安置されている。石仏背面には、朝倉市時代の年号国名が多く見られ、貴重な文化財として知られている。 仏像は、ほとんどが、尺谷石に彫刻されており、一石に二体が見られる、珍しいものも多い。地蔵堂は、初詣で、詐欺町祭、春祭、秋祭りなどの縁日に、回避されており、文化財であるとともに、町民の熱い信仰に守られている。ありがとうございます。